ちは、黒田真由香です。はい、今日の動画はですね、家で秋メイクをやっていきたいと思います。今までね、家で春メイク、ブルベ夏メイクをやってきたので、もう9月で秋になるということで、今日は家で春の私による家で秋メイクをやっていきたいと思います。まずベースなんですけど、シュックトリートメントセラムプライマーを塗っていきます。これはあれですね、ちょっとほんのりピンクのメイク下地です。あとね、今日はお肌が乾燥が気になるので、保湿力が高めのこの下地を選びました。まあ、ピンクなので若干血色感もアップしてくれるので、まあ、家で秋のメイクをするっていうことはくすみカラーをいっぱい使っていくんですけど、私は元々のパーソナルカラーが家で春なので、まあ、くすみは基本的に苦手なんですよね。なので顔が一緒にくすんでしまわないようにピンクの下地で血色感を足していきます。だからまあピンクか白かオレンジか、その辺の下地がいいかな、他に使うとして。はい、次ファンデーションなんですけど、 NARS のナチュラルラディアントロングエアクッションファンデーションを塗っていきます。NARS のね、クッションがお気に入りで、最近よく使ってるんですけど、一時期めっちゃ流行ったやんか、 NARS のクッションって。ちょっと使うのが私出遅れてるんですけど、やっぱりあれだけ流行ってただけあってめっちゃいいなって。なんかめちゃくちゃそのツヤが出るとかじゃないんですけど、すごいカバー力とツヤ感と、でこのナチュラルさのバランスがめっちゃいいんですよね。だから割とどんな時にもオールマイティに使えるクッションファンデって感じでね、めちゃくちゃよれにくいです。こうポン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 と押さえるだけで、こう下地と混ざったりとかよれちゃったりすることなく、綺麗にね肌に馴染んでくれるんですよ。ちょっと白いね、塗りたてのお肌はこんな感じで、まあ普段テカらない人はパウダーも別にいらないんじゃないかなってぐらいなんですけど、私は時間が経ったらすごくテカってくるのでパウダーをしていきます。すごい、昨日までここの鼻にでっかいニキビがあったのに治ってる。でパウダーはスナイデルのルースパウダー001を使います。最近ルースパウダーはもっぱらこれですね。もうちょん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 ってのせるだけでかなりしっかりとツヤが抑えられます。眉毛がインテグレートアイブロウペンシル N の BR741 番を使っていきます。ずっとね、眉毛はエクセル推しやったんですけど、最近たまたま眉ペンがなくなって、このインテグレートも割と正直適当にドラッグストアで買ったんですけど、めっちゃいいです。すごい描きやすい。眉ペンって結構芯が硬いのが多くて、私柔らかめでちゃんと発色するのが好きなんですけど、これね、すごい綺麗に発色します。でもこのふわっと感っていうのは消さないから、すごい描きやすいです。まあ、眉毛はね、前髪下ろしちゃうので、いつも通り描いていきます。こっちの眉毛がね、今めっちゃ短いんで、しっかり描き足します。この上の部分も私足りないので、足りないところを描き足すイメージで、とりあえず眉は描き進めていきます。最近この眉毛の下のラインをちょっと濃いめに描くのにハマってて、まあ、下を濃くすることでどうなるかっていうと、ちょっと彫りが深く見えるのと、目と眉の位置が若干近づくので、より大人っぽい感じになります。ここをはっきりさせてあげると眉毛がね、すごい綺麗に見える。で、フーミーアイブロウパウダー N のブライトブラウンを使って眉のパウダーをのせていきます。ちょっとね、秋っぽくするために、今回はこのピンクをちょっとだけ混ぜてブラウンと使っていきます。まあ、髪色が結構赤めの方はね、ピンクがっつり混ぜてもいいと思うんですけど、基本的にやっぱり眉毛は髪色とそんなに差がない方が抜け感が出るか、まあ、多少明るいぐらいがいいかなと思うの で家で秋メイクなんで、ちょっと目鼻立ちくっきり系にしたいので、ノーズシャドウも少し濃いめに、まずここの三角ゾーンに入れて、鼻筋の線を引っ張ってきて、ここの小鼻塗りつぶしていきます。シャドウはサナエクセルリアルクローズシャドウ CS14 番シナモンスエードを使っていきます。これ最近買った秋コスメなんですけど、めっちゃ可愛くない？ここのね、左下のブラウンをまずアイホールに塗っていきます。ブルベ夏メイクとか、こうパーソナルカラーを行き来しないカラーのメイクなんで、そんなにね、ここはこうとかバランスを気にしなくても私は馴染むんですけど、多少やっぱりくすみが多くて老け見えしちゃったりもするので、
こうラメ感のあるシャドウとかを選んで、華やかさっていうのを失わないように気をつけながらシャドウとかを選んでます。多分がっつりイエベアキさんとかやったらもう思いっきりマットなやつ使った方がすごいハマると思うんですけど、私がそれやるとね、ほんまにズーンってくすんじゃうんですよ。だからカラーはイエベアキでも、質感はイエベ春のラメとかツヤとかを大事にしていきます。ブルベ冬でコンプリートですね、パーソナルカラーメイク。まあ、ブルベ冬やから11月ぐらいに出そうかな。なんやかんや若干季節ごとにちゃんと出してるっていう。もう1年経つのか、イエベ春メイクをあげてから。はい、こんな感じです。まあこのブラウンはブラウンっていうよりもオレンジも混ざってるかなって感じがするので、イエベが得意なブラウンっていう感じですね。はい、で次、マジョリカマジョルカシャドウカスタマイズの BR331 番で、これがね、さっきのブラウンよりもさらにちょっと深くてオレンジが強い色なので、ちょっとねこれはチップにとって締め色的な感じで際にのせていきます。これ全体にやるとちょっと私には濃すぎるかなっていう、ちょっとラインみたいな感じで、で下まぶたのここの三角ゾーンにも入れていきます。垂れ目効果で、ここもね暗めのブラウンでやっちゃうと結構目元が暗い印象になるんですけど、この深い濃いめのオレンジでやることで明るさは保ちつつちゃんと締め色の役割も果たしてくれるっていう。はい、逆も同じく。でこれ最近の私のお気に入りアイテムなんですけど、涙袋のラメラメでめっちゃ可愛いねん。キラキラーって、もうこれ塗ってライブ配信したら目の下のラメどこですかってめちゃくちゃ殺到するんですけど、こちらがバビメロのトゥインクルグリッターのハニースターという色です。ただねこれちょっと塗りすぎるとほんまに韓国アイドルのステージメイクみたいになっちゃうので、ちょん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 ってこうやりすぎないぐらいに、黒目の真ん中ぐらいまでかな、乗せるのが好きです。わかる？可愛くない？やっぱこれがあるかないかでこう顔の華やかさがめっちゃ変わってくるので大事です。資生堂のアイラッシュカーラーでまつげをクリンと上げていきます。今回はより秋っぽさを出すためにまつげも赤っぽいブラウンにします。メイベリンのラッシュニスタ M のブラウンを使います。これはね別動画でもレビューしてるんですけど、結構赤みが強いブラウンなんですよね。こうイエベ春の私が使うと印象がおとなしくなりすぎなカラーを使う時っていうのはマスカラは黒にしてこう目の印象をはっきりさせたりするんですけど、イエベ秋のカラーはイエベ春の私にとっては結構こうきつい色が濃いめのカラーが多いので、逆にねマスカラはブラウンにして印象を抑えていきます。ケバケバになるのを防ぐためにね。ただだから目の印象をはっきりさせたいっていう時は全然黒でいいと思います。皆さんはもう秋服秋コスメ買いましたか？なんか今年季節あったっけみたいな感じで、夏服やっと買ってなんか夏暑くなったなと思ったら急に涼しくなって、全然秋服が追いついてないんですけど、またこんなん言ってる間に冬が来て年末が来て2022年になっていくんやろうな。次アイライナーを引いていくんですけど、イベリスピメルクリームシャドウライナーの03番レッドブラウンを塗っていきます。ここのねアイラインもすごい描きやすいんですけど、こんな感じでちょっと赤茶がかったさっきのマスカラと近いですねの色味のブラウンになってます。まあなんて言うんやろうな、カラーライナーほど色って感じの主張は強くないけど、ニュアンスで、まあ、締め色のシャドウの延長線上くらいの色味を足せるので、すごいねナチュラルにおしゃれ顔になります。しかもめっちゃザ・秋って感じの色なんでこれを選びます、やっぱこう目尻にあるかないかで結構変わるよね印象。チークは迷わずこれですね、ローラメルシエブラッシュカラーインフュージョンの05番を塗っていきます。これはもう私が持ってるチークの中で一番イエベ秋カラーです。普段からねよく使います。イエベ秋はやっぱ大人濃いイメージなんで、一旦ちょっと濃くのせてから周りをぼかし広げていく感じで、わーリップどうしようかなー、めっちゃ迷うな。じゃあ結構目元とチークオレンジオレンジときたんで、口元は色を変えてみようかなと思います。ルナソルのエアリーグローリップスの07番です。こんな感じのちょっとブラウンが入った赤ですね。これはいつしかの誕生日に友達からもらったんですけど、めっちゃ可愛いんですよ。絶対ベージュのタートルと相性最高やと思う。ここでね多分オレンジをリップに持ってくるとよりちょっと元気な
若々しい感じになると思うんですけど、ここでねブラウンレッドレッドブラウンを持ってくることでかなりグッと大人っぽい雰囲気になります。ちょっと上唇オーバーめにで、最後にこのシャネルのスカルプティングで私に欠かせないツヤを足していきます。いくらね違うパーソナルカラーのメイクしてもやっぱ肌にツヤを失うと私すっごい漏れなくなっちゃうので、最後にしっかりと足していきます。はい、こんな感じでイエベ秋メイク完成です。ちょっと髪の毛のセットがまだ終わってないんですけど、レッドブラウンオレンジブラウンをメインに使って、でチークも深めのオレンジにして、口元がねちょっとあえて外しでオレンジっぽくない色味を選びました。じゃあヘアセットして完成形になりたいと思います。はい、こんな感じでヘアセットも完成して今日のルックが完成しました。お洋服の紹介もせっかくなんでしておくと、今日はこんな感じのラベルエチュードっていうブランドのトップスに黒スキニー履いてます。見えるかな、こんな感じのちょっと大人めなコーデになってます。このピアスが最近の新入りでシーズマーラのピアスです。という感じでイエベ秋メイクだったんですけど、いかがでしたでしょうか。それでは今日の動画はここまでなんですけど、この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。